こんにちは。こんにちは、日本からやってきました漫画家の浦沢です。そうですね、ジャパンエキスポ、こんなに温かい、形で迎えていただけるとは、こう日本にいてね、なかなかファンの人とも触れ合えない、どのくらいの人が僕の漫画を読んでいるのかもいまいち実感がない、そういう中、このフランスの地でこれだけたくさんの人たち、フランスのみならずスイス、ドイツ、イタリア、いろんなところの人たちがこのために来ました、あなたに会うために来ました、そんなことを言われて、どうしたらいいんだろう、どうやったら皆さんにお答えできるんだろうっていう気持ちになってますけども、こんなにいわゆる漫画、アニメーション、そういったものが、この地で熱く育ってるっていうのを初めて実感しまして、この仕事に携わってる人間として本当に誇らしいです。これからもこれが続くようにお祈りしています。